遅かったじゃない、せつな。何やってたの？ちょっとお母さんとデートを。かわいい。まったくもう、いつまで待たせるつもりよ。待ってないわよ。あら。見てよ、ほら、蚊に噛まれちゃったじゃない。あらあら。触らないでよ、変態。ああ、なんてことするのよ。面白すぎるだろ。なんで急に土下座するのよ。しかもうちに向かって。うん、なに今夜のあなた、なんだか生意気。いいこと聞きたくない。あらあら、やっぱり生意気。調子に乗ってると足元すくわれるわよ。あらあら。うん、大丈夫か。ラムネ、あー大丈夫か。いて。いいわよ、これくらいなんでもないわ。大丈夫なん？日課だから。欠かしたら日課じゃなくなっちゃうから。これもなんかあるらしい。本部。何よ、自分からやっておいて。じゃあ下ろしたらいいじゃない、ナルシスト。恥ずかしい。あらあら。でも、ここじゃない、どこかへ。いいね。ね、大丈夫？疲れない？だから言ったでしょ、一人で歩けないわけじゃないんだから、もういいのよ。うん、ええやん。無駄に頑張り屋さんね、あなたって。そっか。おお。あら、船が、ボート、なんとだいぶ傷んでんのか。その、重かった？まあ確かに。なんで慰められなくちゃいけないのよ。なんで肉付きを褒められなくちゃいけないのよ。うん、探し物
よ。探し物。散歩の目的、探し物をしてたの。お父さんに関係するものか。ううん、いいの。うん。まあ、見つかったから。マジか。でも、こうして砂浜を散歩する癖は抜けなかったみたい。気がついたら、日課になっちゃってた。そう。私はこうして、ぼんやり歩いているだけで十分。ここにあるものだけで、満足。うん。欲しかったものは全部ここにあるから。うん。何よそれ。失礼ね。うん。5年前、すべての始まり。そうだな。そんな昔のこと覚えてないわ。私こそ力になれなくてごめんなさい。うん。5年前か。ああ、そうだったね。誘わないとね。いいわね。私も甘いもの、好き。うん。竜宮。竜宮。うむ。あ、やっぱり、やめとく。なんじゃと？ごめん。一体何が、お店に一体何があるというんだ。謎である。む、お化け。助けて。今度はカレンか。お願い、せつな。私を殺して。ナイフ。ああ、そうか。いや、ムカデは痛えぞ、マジで。うん。もしかして素で？趣味はどうですか、刹那さん。
ふん、ようやく一匹ですか。心配には及びません。これは毒虫じゃないです。はあ。はあ。言ったはずです、毒虫を100匹捕まえてくださいと。毒虫って何を刺すんだろう、わかんないな。タランチュラ。虫でもまあ、クモってどうなんだろう、なんかカニに近いんじゃなかったっけ、どっちかっつったら。それが、うん、ですから私虫は苦手で。ムカデを触った手で触らないでください、バッチリです。遊んでる、まあ遊び、うん、何取ったんだ。おお、やるね。これがクワガタ。はい、実物を見るのは初めてです。うん、貴重ですね。やっぱり気持ち悪いです。本当にダメなんだ。いや、虫取るなんてやろうと思ったの。もうちょっと見てからにします。うん、はい、うん、いいじゃないですか。はい、想像以上です。僕の夏休みみたいに。だって怖いじゃないですか。うん、触るんですか。お、硬い。さらに、何させてんだあんたは。なるほどね。で、クワガタ？おお。それは。ちげえって、んなこと考えてねえって。かわいいな。いらねえよ、にじり寄ってくんな。怖え。おう、あ、切り落とされてえのか。あ、逃げました。刹那さん、クワガタ飛んでいっちゃいました。あらら。はい、頑張ります。おう、目的を忘れている。平気です。フィオっぽい。あ、それよりクワガタは、つか、なんであんたとサラが虫取りなんかしてんだよ。うん、で、私との約束は。あのな、完全に忘れてる。たく、姿が見えねえから登ってきてみれば。ま、どうせ足を伸ばすつもりだったけどよ。で、リンネはどこにいるんだ。うん、そっか。
ま、仕方ねえよな。仕方ないのか。見てください、刹那さん捕まえました。かわいい。すっかり仲良しだな、お前ら。あれ、お姉ちゃんいたんですか。今気がついたのかよ。すみません、ちょっとクワガタで忙しかったので。私はこの虫以下か。クワガタはな、ロマンだからな。は？あんたは一人で木に砂糖水でも塗ってろよ。ほら、サラ、これいつもの。ありがとうございます、助かります。紙袋。変な言い方するんじゃねえよ、サラの好物なんだよ。ほう、いえ、平気です、これくらい。なんだか気持ち悪いです。重いのか。あ、はい、お願いします。一体何を食ってるんだ。トウモロコシ、そんな、おー、いいじゃないですか、トウモロコシ祭り。え、これから刹那さんとデートなんですか。デート？ちげえよ、あいつはただの財布だ、財布。ずいぶん薄っぺらそうな財布ですが。まあまあまあ、言うて4万持ってるぞ。でも2人きりでお出かけするんですよね。あ、でも日数進んだからもうちょっと持ってんのかな。リンネも来るはずだったんだよ。でも刹那のやつ断られたらしくてさ。誘っていないという可能性は。は？お姉ちゃんは純粋すぎます。刹那さんは最初からリンネさんを誘っていないとは考えないのですか。なるほど、二人きりになるためにか。だからどうして。お姉ちゃんと二人きりでデートするためにです。ふん。いたんですか。盗み聞きとは油断できませんね。ひでえ。本当に冷たかったな、アイスエイジだったな。刹那、まさかあんた私にした心があって。最低ですね。ひでえな。それは、お、論外に決まってんだろ。生まれ変わって出直してきやがれ。ああ。それでは話もまとまったところで、毒虫集めに戻りましょうか。早く生まれ変わるためにも。じゃあな、刹那。あんたには虫取りの方が似合ってるよ。はあ。三人で行けばいいんじゃないですか。ダメなのかな。ばあちゃん、私黒豆あんみつ鬼盛りで。鬼盛り。私は焼きとうもろこしをお願いします。ぜんざいって書いてある。あ、ところてんとか。冷やし飴だ。冷やし飴ってさ、くにおくんの回復にあったんだけどさ、どういうもんなんだっけ。あ、関西にあるんだっけ。生姜と、なんだっけな。水飴？わかんない。よくわかんない。ごめんなさい。なんでもないです。はいはい。ちょいと待ってね。うまいな。めっちゃうまいな。茶屋。竜宮。デートではないのであれば私がついてきても平気なはずです。それに、ここの焼きトウモロコシは絶品なんです。いい顔するわ。焼きトウモロコシは自分で作るのが大変なんです。うっせえな。
できりゃあんま外でサラと会いたくねえんだよ。外で、ああ、周りの目がってことなのか。いわゆる家庭の事情というやつですよ。そういうことだ。うん、親とかなんかやっぱそっち系なのかな。なんとなく。まったくだよ。同感です。うん。詳しく聞かねえのか。過去をほじくり返しに来た人の言葉としては意外ですね。ごもっともね。うん。うん。それが過去を変える行為だと先日も忠告したはずです。未来から来た刹那さんにとっては今が過去です。またその話かよ。頭がこんがらがってくるからやめてくれよ。つかタイムトラベルとかありえねえから。まあそうなんですかね。過去に行ったり未来に行ったりできるんだったらさ、この時代に未来人や原始人が来てるってのか。あんたはどっちかっつうと原始人の方だろ、精神的に。だいたいどうやって時間を移動するんだよ。机の引き出しにでも入んのか。おやおや。うん。飛躍しすぎだ。はあ？一人でターンテーブルの上で回ってろよ。なんかすごい理解は早いのに説明するの苦手なのかな。サラエモ。もしかして相対性理論と電磁波ですか。ということは、うん、時空心を起こすというのですか。時空心。時空心、今私が名付けました。ほう、そりゃ知るわけもないか。要するにこの宇宙全体が超高速で振動する現象のことです。かっけー。時空心が発生すればこの世界は過去へと遡り始めます。つまり時空心を発生させつつそれを回避する、例えばシェルターのような装置がタイムマシンということになります。うん。でそのタイムマシンはどこだよ。あんた全裸で転がってたんだろ。服は？うん。ナノマシンとは考えられませんか。ナノマシン、また難しい言葉。あんたと一緒にすんじゃねえ。だから言ってるだろ、タイムトラベルなんてありえねえって。だー、ああ言えばこう言う。ナノマシンとは人間の体内などで動作する極小サイズの機械のことです。うん、まあいろんな作品で名前は聞きますな。刹那さんの体内に取り込まれ全身に行き渡ったナノマシンは細胞レベルで時空心に対する防壁を展開した。だから生体以外はタイムトラベルできなかったんです。うん、なるほど。だからそれは時空心ってやつが起こせたらの話だろ。うん。クロノクエイクジェネシスマスイン。
私はあんたを置き去りにして早く帰りてえよ。確かに、たとえ未来の技術をもってしても、人工的に時空心を発生させることは難しいでしょうね。では、時空心は常に自然発生していると考えてはどうでしょう。ほう。例えば、こうしておしゃべりをしている、今この瞬間にも。時空心が発生すれば、時間は巻き戻ります。うん。ですが、宇宙全体が巻き戻るがゆえに、私たちの誰もその発生に気づくことはできないんです。うん。リーディングしたいな。はーい、お待たせ。あんみつとかき氷、それと焼きとうもろこしだったね。うまそう。お、待ってました。いいね。どうした？右半分を描く白い頭巾。え？バイモン病、この島のお年寄りに多い病気です。バイモン病。大丈夫です、空気感染はしないと言われています。うん。カレンちゃんにサラちゃん、ずいぶん久しぶりだね。元気にしてたかい？ま、ぼちぼちだな。お、マジで鬼盛りじゃねえか。サンキューばあちゃん。おばあちゃんは具合はどうですか？そうだね、また最近痛むようになってきて、太陽の下には出ないようにしてるんだけどね。ちゃんと医者には言ってんのかよ。どうも本土の人間は苦手でね。本土？モリス先生は島の人間じゃねえか。モリス先生。あ、そういえば先月本土から新しく看護婦さんが赴任してきたとか。看護…あ、こん時ってまだ看護婦だったんだっけ。いつから看護師になったんだっけ。なるほど、たく相変わらずだな、ばあちゃんは。そうだ、サラちゃん、またいつものやってくれるかい？ん？お払い？はい、それでは。ふん。痛いの痛いの、飛んでいけ。おまじないか。ありがとう、サラちゃん、ずいぶん楽になったよ。俺にもやってくれ。うん。それにしても二人揃った顔を見るのなんて5年ぶりくらいかね。5年。確か最後に来たのは半年くらい前だったと思いますけど。おいおい、ばあちゃん、またボケが進んでるんじゃねえか。そうだったかね。とにかくあんまり顔を見せてくれないから寂しくてね。今の伏線なのかな。悪かったな、実はここんとこ金欠でさ。でもこれからは大丈夫だ、いい財布を見つけたから。ふん。まあ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 。ん？まあ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 。どうしたんだ？久しぶりだね。え？何言ってるんだい、ばあちゃんの顔忘れちまったのかい？うん。あの頃と全然変わらないね、せつなちゃん。なんだって？昔はよく二人でかき氷を食べに来てたじゃないの。二人、リンネか。ほら、あの帽子の女の子、名前は何だったかね。ああ、
そうそう、そうだよ、リンネちゃん。あんなに仲良かったのに、今日は別の女の子二人も連れちゃって、せつなちゃんたら女ったらしだね。こいつは、そうだね、今からだいたい5年間、5年くらい前の話かね。一体何があったんだ5年前に。いや、5ヶ月前のことだったかね。ずいぶん違うぞ。おいおい、せつな、ばあちゃんのボケ話を真に受けたってしょうがねえぞ。ふん。島にお前みたいな変人がいて、私たちが知らねえわけねえだろ。ばあちゃん、よくこいつの顔を見てみろって。どうせ人違いだろ。はて、おかしいね。うん。よく見たら見覚えのないお兄ちゃんだね。ま、やれやれだぜ。なんかでも、せつなってパッと出てきたからな。ありゃ、溶けかけちまってるね。作り直してこようかね。お詫びに鬼盛りにしとくよ。かき氷か。あ、焼きとうもろこしの追加もお願いします。もう食ったのか。というわけで、いい時間なので一旦切りたいと思います。5年前に、本当に何があったんですかね。すげえ気になる。